この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子の巣ポンポン、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓とバルセのチキとスッポンポン、今日の子は一番可愛いな、気持ち悪いよ。さあ始まりました、前回はプロローグみたいなもんですから、こっからが本番です。プロローグ最悪でしたけど大丈夫ですか。いやだからいいんですよいいんですよ、ハッピーエンドですから、始めるとバッドエンドよりいいでしょ。ハッピーエンドってことは今回もやばいんじゃないですか。そうですねやだ8月ぐらいまで悪いかもしれない。やだ最悪。いやいやいや、こっからが本番ですと、はい、なんすかこれ変わったんですか手が。ん、初めから言いますけどチケットです。はい、チケットです。早いね。あ、そんな感じ。あ、もうだってね、いろいろ結果が出たので、でもさ、そうだ、もう映れないから、目いっぱい映ってもらう。1秒でも多く、お疲れ様でした。ありがとうございます。直番ご覧なか、ね、ご覧になくださった方は、はい、ご存知かと思いますが。皆さん、見てくれましたよね。大晦日に放送された月スポ特番。レギュラーの座をかけて争った結果、矢部妹は決勝戦で敗れ、レギュラー脱落。ということで。これで矢部さんのレギュラーは、ゼロですか。はい、そうですねまあでも、はい、矢部さんもね、もう今や有名になられて、ねえ、突きすっぽなくても大丈夫、だって漫画になりましたもん。そうですよ、なりましたよ。何でしたっけ。いや、持ってるんだ出てくるんだ、やばい、ゴッド姉ちゃんゴッド姉ちゃんこれですね。休日もパチスロって感じ。そう、矢部ホールに行かなきゃマジてめえゴッドイーターばっかやってんだろ家で。嘘つくなよね野郎これだって結構前の話ですもんこれ。やべ、ホールに行かなきゃ。やべってこれかけてるんですよね。あの、やべにかけてないです、かけてないです。バカにすぎじゃないですか。何なんですか本当にすごいですね、ツキスポ出ると漫画になれるんですね。そうですよ、ごぼうに引き続き。そうそう、プロデュースですか。えごめんなさい、よくわかんないです、よくわかんないです夫は死ぬか引くかだからねって。お前すぐ日よってやめるじゃねえか。やめないでしょ。私相当突っ込むタイプですから。これやってくださいよ。どうやって。いつもドヤ顔してます。どうやってですか。やってみてください。ちょっとそれは無理。やってみてください。無理って、そんな気安くなせない。猪木よりいいじゃないですか。猪木やるよりよっぽどいいじゃないですか。違うんです。なんか作ったドヤ。じゃあ猪木かドヤやってください。猪木かドヤどっち。猪木ですかね。いいですよ。いいです、いいです。いいです。多く回しゃ、縁起物なんで。うん。いや、でも頑張っても私いなくなっちゃうんです。だから最後に爪痕残しましょうよいやもういい、また戻ってこれるかもしれないから。猪木やったらってこと。ナイスさん簡単だもんね。猪木まで一緒にやる4、3、2、1元気ですか。はい、はい、もうこれでいい年になりそうですね。いい幸先ちょっと捨てないでください、やめてくださいよ。猪木やったのに、しかもひどいっすね。そんな幸先のいい2016年、今週のムフフ女優はなんとスカパーアダルト放送大賞女優賞にノミネートされている鈴川あわねちゃんです。おい、あわねちゃん、やばいよろしくお願いします。鈴川あやねです。ノミネートされてると。はい、ノミネートしていただきました。歴代誰が取ってるんですか、大賞というのやめてください、もうそんなのやめてくださいまあ、2012年女優賞グランプリをいただきました成瀬ここみと申しますやめてください。どんな力使ったんですか。働いてないです強いて言うならフォロワーの力ネットで投票なんです。ネットで投票。なるほど。じゃあ今日あやねちゃんのことを見てみんなね、ぜひぜひよろしくお願いします。8億人くらい見てるんで8億人ってここは中国じゃないから俺、いいですか、あやねちゃんのサンプル画像も見ていいですか、ね、いいですか、サンプル画像一緒見ていいですか。いやもう本当にやだ本当にやだおいおい、泣いてる泣いてる泣いてるよ。いやいやいや、嘘だけ嘘だけやめてくださいやだ本当にやだピーチはやめてほしい本当にやめてくださいエッチサンプル動画より恥ずかしい。まず自分が撮れると思ったの。思ってないです。思ってない。この前に私違う賞を撮ってるんですよ。日韓現代賞っていうのを撮って、はいはい、だからダブルはないと思ってたからめっちゃ緊張します。緊張するってよ、ね、
もう今緊張してますもん。だから先輩にアドバイスもらったわけよ。先輩ですよ、ね、ほら、あげなよ、緊張してるってほら。いや、巻き込めるやつは巻き込んどいた方がいいよ。どういうアドバイスか。あのファンの投票なんで、はい、こうどんだけ投票数稼げるかみたいな。なんかすごいやらしい。でもやらしくしないと勝てないのよ。やらしくしないと勝てない。これが名言っすよ。はい、取りたいんでしょ。取りたくないの、いらないの別に。あそこステージ立てばいいの。取りたいです。取りたいよな。取りたいです。じゃあやらしくないの。はい、もう心に刻んでおきます。ということは、はい、この見てるみんなを仲間につける、味方につけるためには、はい、今日はもうどんどんエロを出していく。もう今おっぱい出すぐらいの勢いですよ。あ、本当ですか。じゃあもう今すぐにでも。やめてください。私こんなことしてないんで。違う、そんなことしなくても取れるから。取り込むってそういうことじゃない。しなくていいです。いらないです。スペックご紹介します。3サイズは上から83、55、83のちょうどいいカップとなっております。ありがとうございます。でもその数字以上の迫力がありますよね、うんうん。あー、これ取れる取れる、大丈夫。あ、取れる取れる取れる、弾力してる。ああ、賞を取れる。そう、賞を取れる。これ外せるって言ってた。違いますよ。何言ってんだろうこの人は。すっごい、なんか駄菓子屋の肉まんみたい。え、ちょっと全然わかんない。たぶんふっかふかなの。宇崎さん、どうでしょう今日の服。なんか成瀬がその駄菓子屋の肉まんって言ったら、もううるせえわ、カシャカシャ。駄菓子屋の肉まんって言ってましたけど、まさにその通りなんですよ。ふわふわなんですけど、足とか超遅いですよ実は。さっき見たら、だから閉まるとこがガッと閉まってて、出てなきゃいけないとこがパッパっていう、最高のボディですね。新人にふさわしい最高のごちそうです。いただきます。最近初めて作品で体験をしたらしいです。作品の中で体験した、初めての体験。初めてレズプレイで女の子の塩を吹かせました。こんなまっすぐカメラを見て言う子。それ指で、指でです。私レズだと、あの立ち側って言って、あの、はい、男性側の方の、はい、うまいな。ちょっとお前やってもらったの。さすがにだってこの今この状況でやるってことですよね。私あの見られてる方が興奮する。いや、満点の答え、満点の答え。もう人は人で、その私の見て。そうですね、こうやってオーディエンスの方がおる方が、はい、おる方がね、気持ちよくなれるけん。できればいてほしい。さっきちょいちょいけんって出てるけど、それはあの北斗が好きとかそういうんじゃないですよね。九州なんですよ。すいません、福岡です。あ、福岡、はい、最高。全面バックアップしますよ、女優に、大将に。俺、ゲストに出てくれた方みんな。あ、でも、何人でも投票できるんで、2人投票すればいいんじゃないですか。ここでほら言ってあげたいじゃん、応援したいじゃん。みんなの本当あの出てるもんで応援してあげてください。そしたら月スポ出たら取れるぞみたいになってくるかもしれないですね、来年から。でしょ、でしょ、でも、いや、でもすごいね、そんな大賞にノミネートされる方がこう来てくれるんで、ね、俺は幸せだね。俺は俺は幸せだね。俺は、うん、じゃあ今日も、うん、具を取れるように。でも今日はやめの具を取るの俺。私がいるってことはってことですよ。去年俺8勝16敗のあれですか、うん、8勝16敗やばい、はい、3回負けた。やばいっす、やばい、やばい、やばい、そんな弱いと思う。一応本業なんですけど弱い、ド素人ですよ。そこまで来るとド素人じゃないんじゃないですか。今日勝ったらじゃあ認めてやる。おお。新年一発目のスロ、はい、大事ですね。まあ、対戦機種次第ですよ。はい、それでは発表します、はい、ルパン三世ロイヤルロードです。あれ、どうしたのどうしたどうした、心配である。私も心配である大丈夫ですか。大心配である、大いに心配である。先週みたいにならないようにしないと。そうですよ、先週はおつゆみたいな屈辱のあたり。年末年始にかかる大事な放送で2人して初めての当たりなしですからね。逆にね、初めてのことがね、年末年始でできたので、もしかしたら初めての、初めての、初めてのなんすか、がっぽり
あまりに大雑把すぎて俺よくわかんないですけど、初めてのがっぽり何なんですか。俺あやねちゃんをこうやってですか。違う、今までいっぱい出て勝ったことがないから初めてがっぽり出て勝つんじゃないですか。大勝ちがあるかもしれないですか。奈良さんに大勝ちであの譲ります。大勝ちしてください。はい。で俺爆勝ちして、でみんなが注目して最終的にあやねちゃんが大賞を取るってことですか。ありがとうございます。最高の完璧ですね。最高の。あ、でも矢部さんだけいなくなった。そう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 。で、大賞を取ったその日に矢部様さようならっていう。さあ、新年一発目のスロットはルパン三世ロイヤルロードで勝負。純増約 3.0 枚、AT を継続ループさせることで出玉を増やすシステムだ。そして今年もルールはシンプル、獲得枚数が多い方が勝利となる。さらに魚卓が初当たりを引くと、ムフフ女優鈴川あやねちゃんがセクシーショットを拝ませてくれるぜ。さあ2016年月スポで最初のパチスロというわけで、今日はルパンいきます。当たれば欲しいんだけどな、その当たるまでが結構苦労するんで、まあ何でもそうですけどね。とりあえずね、チャンスゾーンに入れてAT に当選させるっていうゲーム性なのね。で、そのチャンスゾーンの天井が960とかで、 AT の当選の天井が1900ってか2000弱なの。めちゃくちゃ重いから頑張ってください。その鍵今1個溜まったでしょ。5個溜まると解放されるのね。で、今木じゃない色がで、黄、赤、シルバー、トラガラの上に上がれば上がるほど解放された時にカードが優遇されるんで、あ、かける3、もうたまった。これでこの30ゲーム中強ジェリーチャンスゾーン突入率アップ 50% でいく。強ジェリー今引けばで、このロイヤルロードでこのね、ラブスコール期待度 80% もう書いてある通り、これ入ったらマジ熱い。魚卓さん、魚卓さん調子はどうですか。まあぼちぼちかな。これから当たりが出たら、はい、私の宝箱も当てられます。俺が当たりを引いたら、はい、なんすか、これを引いていいの俺が。はい、あやねの宝箱が開けます。本当に。うん。あ、いろいろ入ってるね。いろいろ入ってるの。これを引いていいの。これを引いていいんです。どういうのが入ってんの。エッチなやつがいっぱいエッチなやつがいっぱい入ってんの、あやねの宝箱には。はい。じゃあ当たりを引けばいいのね。そうです。オッケー、頑張って。え、そんなエッチな感じなの。いっぱいいたずらができちゃう感じです。わかりました。絶対当たり、ちょっと待ってて。待ってる。待ってて。エッチなこといっぱいして。大将と俺のこと待ってて待ってるね頑張る。頑張って。オッケー。あやねの宝箱、怪しさ満点ですけどね。やだよ俺ピンタとか。魚卓が鼻の下を伸ばしている間に、ナルセは強クラムからチャンスゾーンの前兆らしき展開へ。前兆ステージ入れてほしいね、チャンスゾーン。
です。で、これここのボタンで選べる。これタイプライターで、もうこれ本当に一撃、これ押すだけ。決定はこの赤いやつ。頑張って 50% だからやれるよ。新年度一発目のパッツロだよ。やれるよ。大丈夫。アーメン。お祈り。一回押せ一回押せ。はい。からのいけ。えい。うわー外れた。辛いね。悲しい。さあミッションに行きました。赤組プレイ4つ目。でこのテープが緑まで行きました。なんか早いな。さあで発展。だけ飛ばない。2個止まった。そろっちゃえ。よし。で当たりじゃないです。チャンスゾーンが当たったと。ここからです。さあチャンスゾーン行きました、トルパン選んだんでリプレイです。あと6ゲームただのリプレイが揃わない。ああやっと揃った。さあ次元星2つ。ダメ。ゴエモン。星 2.5。いった、当たりました。さあ一発目の当たり。2016年の初当たりは魚拓がゲット。ここからどこまで伸ばせるか。よし今日はいけるぞこれ。たくさん魚拓さん引いたよ当たり。おめでとうございます。お宝タイムです。いいよいいで、いいよ。はい、行きました。めくってね。めくってね。何を、これを。これで、魚拓さんの好きなところをめくってください。いいの？見えちゃったよ。みんな見せたよ今。誰か止めてくれるかと思った。誰も止めてくれないよ。みんないるからね。みんないるからね。最高でした。何？また当たりを引いたら。いいの、また弾けるの。本当に本当にいろんなの入ってる。恥ずかしいね、みんなの前でそんなパンツめちゃって恥ずかしいね。もっと恥ずかしい思い出しちゃうからな。待ってる。覚悟しとけよ、うん、持ってけよほら。見せなくていいんだよ。
ちゃめちゃいい体してんな。びっくりしたんですけど、うん、っていうかぽつりと誰か止めてくれると思ったのに、ね、止めねえよ、この番組は止めねえから。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓ガルセの土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画やあの人気番組の最新作まで多数配信。サイトセブン TV プレミアム。